ンドの方の紹介早速いっちゃいましょうか。あ、はい、その前に皆さん少しだけ前の方に、前の方まだまだスペース空いてますので、皆さんもう少し前の方詰めていただいていいですか、はい、もっと近くで見ましょう、楽しみましょうよ、ね、もっと近くで、はい、全然空いてます、皆さん、はい、どうぞ前の方で見てください。ありがとうございます、ありがとうございま す。それでは紹介いってみましょう。次のバンドはジャッキーさんです、どうぞ。ジャッキーでーす。どうも、ね、はい、ありがとうございます。毎年やらせさせていただいてますけど、神々のあの MC ですけど、皆さんほんまにもういきなり感じるけどね、前のバンドとかすごいかっこいい感じでねやってましたけど、ジャッキーは皆さん何年間もずーっと言うてますけど、息抜きしてください、気楽な気持ちで見てください。はい、このもう目凝らしたりとか耳凝らしたりせんでねんで、ただ楽しんで帰ってください。オッケー、やばい。Oh,
来ていただいたら横断歩道が何なんで、はい、詰めていただけたら助かるなと思うんですけど、こんな感じで OK でしょ。なかなかやるでしょ。もう5年ぐらいしたらね、こんな分かってくるね、言わんでええように僕頑張りますんで、はい、皆さんほんなら、気をつけしていただいて、はい、右足一歩前出していただいて、それに揃うように左足を、はい、ということは一歩前出たことですよね。これで足の長さ分かるんで、はい、前に結構行った人は足長いということね。はい、せやからもう一回行きましょうか。次はほんなら左足前に出してもらうんで、はい、ほんで、おい短いじゃんか、おい短いか、もともとそれに合わせて右足をこう行ってもらうとね。ほんなら前に進んでへん人が思ったより足短かった、僕はちょっと前行ったよみたいなね、はい、優越感みたいな。ジャッキーのライブを見てください。それでは熱唱します、アンチェのバラード。
ほんまに、あの、毎年なんか拍手の数が増えてくるような感じで、ほんまに、あの、ジャッキー応援してくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとメンバー的にも、ちょっと、あの、去年のジャッキーが多少変わるところもありますけど、あの、僕が変わってないかな。あ、なんか失笑。おお、ありがとうございます。ほんまにね、名前出したら、あれよね、君ちゃん、あれとほんまにも来ていただいて、 誰が今まで一番出しとんねん。ああ、やれ。これは渡すよ。あとどっさり渡すから。僕の名称の進化度はまたいつでも来てください。それでは、淡々といかな。まあ、時間的にはまだいけるかな。いえね。まあ、あの、何年かしてるんですけど、こんだけ息抜きのバンドやって言うてたにもかかわらず、こいつがギターソロ弾いたらみんな一斉にこっち見とったやろ。 な、俺こっちで手振ってんのに、この辺この辺、ものが積み取ってて、また噛んでもうたけど、今見すぎやよ。気軽に、気軽に楽しむように、はい、集中しちゃうか、集中せんと楽しんで、楽しむことに集中しましょう。じゃあ次の曲、次モンセラさんやね、引き金。
全員みんなやで。そんなにステージ動いてたよね。そんなステージ動いてへんけど、今みんなに握手して立ち上がった時になんかチカチカするもん。何あれ。あ、これありがとう。何も出へんやないか。詰まってるやねん。ほんま星って穴いてんねんね。もうびっくりした。チカチカチカーっていっぱい。ほんまにまだ37だけどね。多くのお客さんに聞いてもらいたいのは前に詰めてもらえるように MC で喋ってもらえますか。皆さん分かりましたか。皆さん分かりました。僕遠いのはよう見えんねん。はい、皆さんほんなら一歩どころやなくて2、3歩ずつぐらいずーっと前に聞いて、多くの人に聞いていただきたい。そう更新のように。はい、ま、次の曲はみんなで朗らかになるようにアップテンポな感じで、はい、ちょっとこの辺僕動いただけで星飛ぶから、代わりにここでガッサー踊ってもらえる子が、はい、一人、ダンサーのレイヤーです。レイヤー、レイヤーです。お願いします。レイヤー、この空間を君に捧げよう。ここの空間を君に捧げるんで精一杯踊ってくれ。おう、じゃあ行きますか。
もうあとそろそろ何曲かやけどね、僕らも楽しんで楽しんで、このスタジオめっちゃ楽しんで、後にまたビールが楽しんどんでね、もうそれが楽しみで、これ結構喉渇いとんで、みんな今俺が多分今もう喉渇きすぎて俺口臭いで、多分結構何がすると自分でも跳ね返ってきよう。まあそんなアホなことも言いながらちょっと動きすぎてちょっと横っ腹痛いね。何もできねえやろ。あ、告知ね、告知をして皆さんおはようございます。ジャッキーです。告知やって、告知っていうのは次のライブのお知らせなんですけども、次のライブ、ジャッキーという名前でここは出させてもらってますが、次回はマーキーという名前で5月6日静岡県の富士スピードウェイアメフェス、どうぞ皆さん来てくださいね。こんだけ集めたらすごいよね。聞いてないした。アメフェス、すごい人が出るんですよ、芸能人。誰って言われたら私もよく分からへんねんけど、見たことある人が出るらしいんで、よかったら来てください。それと、5月10日、堺地区宅にて、おっさんロックフェスタやった、おやじロックフェスやった、あ、いぶしロック、おっさんっていう言葉をすごいオブラートに包んだら、いぶしっていう言葉になるね。見て、おっさんが来るでしょ。すいません、おばはんやで、かろうじて性別ちゃうからおばはんねんか、まあええか。そうそう、5月10日イブシロックという、イベントに堺地区宅にて出させてもらいますので、嘘、静岡来てはる、ありがとうございます。どうぞ朝8時から私らステージやってますんで、さっきの鉄郎もやってや、別の、あ、鉄郎鉄郎って何ですか。あ、わかりました、銀河鉄道スリーナインやってほしいらしいです。汽車はこっちでもや、テレビの方らしいです。なんかよくわかんないけど、まあまあ、そうそう、5月10日、来てくださいね、ありがとうございます。5月6日のね、富士スピードウェイ、ありがとうございます。人に来てくれます。で、5月10日ね、堺地区宅にて、そう、いぶしロック、おっさんロックフェスがよかったら来てください。あと5月31日、大正区田中屋酒店というところでマーキーワンマンライブしますんで、まあ、これはね、入場無料、皆さん好きな入場無料ね、大阪人好きでしょこの言葉。その代わり私らに気持ちだけをくれたら嬉しいな。ええ対戦投げ銭、そう、チップセールは投げ銭も別にほら何も包まんでもいいんですけど、気持ちやから100万円でも私らは喜んで受け取ります。全然受け取ります、ありがとうございます。あ、言うの忘れてた、5月24日もあんねんね、スバル、ちょっとマイク持ってくれる。5月24日スバルホール、富田林スバルホールいうところでマーキーまた出ますね。5月ほんまマーキーいうバンド目尻推しなんですよ、このご年配の方がね、すごい頑張ってますんで、ご年配の方々がよく頑張ってますんで、どうぞ皆さん、細い目で見守っていただいてありがたいかなと。気楽な感じで、息抜きな、ね、感じでね、はい、息抜きな感じで、皆さんの分かってる曲を皆さんで楽しく演奏していきますんで、うん、皆さん、この辺だけでも変で一体感を持ちましょう。いいですか、いいですか。結構ギュウギュウですよね。すごい、こんな嬉しいよ、ほんまにね。みんな見てあげて、ほら、みんな見てあげてくれ、これ俺の声聞いてんねん。結構上がってますよ、嬉しいよね。1,2,3 でジャンプしましょうか。ダーにせえへん、1,2,3 ダーでいこう、ダー、1,2,3 ダー、よっしゃ、元気ですか、一体感元気ですか。よっしゃ、いきましょう、次の曲。そんなんでええねん、もうこの一体感できたよ、この次でまた一体感できるよ。あ、そういうことやな、曲の途中でやろう、1,2,3ダーってやるから、
大喜利。ほんまはジャッキーのリーダーがね、ジャッキーのリーダー、今日はリーダーなしだけどね。あそこにジャパンオートクラブでバス乗って、バスじゃないな。あそこじゃな、俺が邪魔です。あのトラックで手を振ってるのがジャッキーのリーダーのジャックです。皆さん拍手してあげてください。何言ってるか全然聞こえへん。ほんまにお仕事ね、こんなもゴールデンウィークやのにお仕事も大変ですけど、頑張ってるぜ。おお、後でビールおごってな。ね、こんな感じで和気あいあいとやってますけど、こんなジャッキーむちゃくちゃやけどね、まあ息抜きにはちょうどええかなという感じで、ここ温められたかな、温められました。この後も続々とすごいバンドが出てくるんで、皆さんその時は目も耳も凝らして真剣に聞きましょうね。はい、これ今日、今はもう今はもう笑顔で見てくれたらそれでいい。もう次からこんなに睨みつけた顔でも一生懸命見ててもええけどね。はい、まあうちは優しく見守ってくれたら、楽しくしていただければ。それではラストでね、ラストやね、ラストの曲です。楽しめるかどうかわかんないですけど、こんだけ温めてくれた皆さんに、僕が今僕の気持ちをピーポーピーポー聞こえる、かぶってきてないぞ。はいはい、今僕の気持ちを精一杯に捧げる、皆さんに捧げる歌を歌いますので、どうか一緒に歌えるところがあれば一緒に歌ってください。よろしく。
Yeah.